選手入場です。さあ、6名の指令が出てまいりました。さあ、参りましょう。1番の軽量級ですが、1番の世界に近いカテゴリーでございます。まずは世界に6位から発表いたします。エントリーナンバー53番内藤博史。第5位エントリーナンバー56番マスーラカテス。第4位エントリーナンバー52番坂井宏行。さあ、それでは第3位の曲、バックポーズで発表していいんでしょうか。はい、紹介を見てしまいました。第3位です。エントリーナンバー55番川端則夫。さあ、本店舗の優勝者が決定いたします。第2位エントリーナンバー57番菅井聡。下りました。優勝はエントリーナンバー54番関野浩二選手に決定いたしました。表彰式を行います。プレゼンターは神奈川県国民運転センター青川雅臣議長です。スラム企画優勝関野浩二殿以下のことでございます。おめでとうございます。関野浩二選手には神奈川県ボディビルフィットネス連盟、日本ボディビルフィットネス連盟より賞状、そして今ゴールドメダルが首にかけられております。日本新薬楽しみ会社様、スイングフィットネス様、株式会社ミラージュスタイル様、H&S3 ライフスタイル様に賞が選手には贈られております。さあ、それでは記念撮影に参ります。かっこよくポーズを決めてもらいましょう。はい、ポーズです。関東にラスカツ男子ボディビル55キロ以下級優勝はエントリーナンバー54番関野浩二選手に決定いたしました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。選手、ありがとうございます。